来ましたそんな余裕はなかった。叩かれてる。わわかわいそうかわいそう。やりました、自己記録タイ10枚目。10枚目です。あと5匹で今日の目標達成。うわ冷たい。では私の今日の団子と餌を説明させていただきます。団子はですね、白丸ミエチヌをベースに、即戦爆寄せ団子チヌスパイスで粗挽きさなぎをブレンドしてます。それに今日はボラが多いですので、砂を結構いつもの倍混ぜております。で少し粘りを持たせて、ボラがもう水面までいますので、そこまで持つようにちょっと比重の大きなものを団子としております。それと餌ですけども、今日は数釣りということで、シラサをメインにしております。こんな状況です。であとオキアミで、あとコーンも餌取りがきついときはコーンで食ってきますので、コーンも一応用意しました。あとイキサナギミンチ、アミエビ、それとボナンダのボナミックス部位でオキアミなんかに振りかけて使用しております。あと朝一ちょっと丸貝でやろうと思うんで、丸貝も用意しました。そんなところです。シラサは今日持ってきたのは10杯ぐらいですね、はい、でこれで団子にしっかり入れて打ち返したいと思います。じゃあ私のタックルを説明させていただきます。竿は自作竿の 1.3 なんですが、今日は数釣りということで先上司の短い竿を使っています。それとリールは黒大工房のアスリートですね。あとハリスですが、これはボナンダ社の 1.25 フロロカーボンです。あと針ですが、ガマカツの深瀬チヌ2号を使っております。であと結構今日はボラが多いというので、ボラが吸い込み始めたらちょっとこの短い竿ではちょっとやり取りが大変ですので、ガマカツの黒ナギ 1.5 号に変更して釣りたいと思っております。